マスクドコメディアンの覆面ラジオ。はい、というわけで始まりました「マスクドコメディアンの覆面ラジオ」お相手は私謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございますくよろしくお願いいたしますくパチ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 からの88「88888」ということでございますくさてさて、えー、先日ですね、えー、いつもお世話になっておりますバイカーコメディアワーさんのご縁で、えー、この花 福祉井戸端会議さん主催の「この花福祉ラウンドテーブル」というところでですね、えー、ゲストスピーカーとして、えー、呼んでいただきましたありがとうございます、えー、まああのー、1時間弱ほど自分の芸人にどうやってなったとか で芸人はどういう舞台で出てるとかいうことを振り返りながら、えー、お話をさせていただきまして今こういう活動をしてますとかいうね、えー、話を、えー、画像をねスライドショーっていうんですかあの画像を、えー、舞台で、えー、映しながらいろいろお話をさせていただきました初めてのことだったんでねちょっと初め大体いい40分から50分ぐらいお話しして、えー、次は質疑応答っていう予定やったんですけどもまあねそんな長いこと 喋ることもあんまりなかったのでちょっと心配してたんですけども何やかんやで50分ぐらいもね喋 <laughs> っておりましてえー、ね間にこうエピソードトークとかねえー、ネタでやってるようなこともちょっと喋りながら、えー、やらせていただきましたなんかねうーん依頼していただいた時に、えー、何を喋ろうかなといろいろ考えたんですけどもね振り返ってみたらねえー、ねこうやって 何喋る何喋ろうとこうねメモ取りながら振り返ってみたんですけどねなんかもうノート1ページぐらいで終わってしまいましてこれあかんなと思いまして <laughs>、えー、結構忘れてることないかなとかいろいろ思いながらいろいろね、えー、振り返って昔の写真とかね画像を探してたりしたら結構ねやっぱり喋ることあるんですよねほんでこういう時こんなことがありましたとかいうのがほんで振り返ってみたらね結構やっぱり貴重な経験をいろいろさせてもらってるなとはい本当にもう 普通にねなんか平凡な、えー、毎日送ってるように思ってたりもしたこともあったんですけどもなんか振り返ってみたら結構ねまああのー、普段では。 経験できるような、できないこととかも結構させてもらってて、こう人生としてね、こう振り返った時に、でまだ振り返るも早いんですけど、振り返った時に結構面白い人生を送ってるなとは、なんか改めてね、そう感じましたね。もう感謝感謝ですね。なんか、まあ、そのね、その、だけではね、もう満足しちゃったあかんのですけども、おなんかまあ、 自分の過去を振り返るいいきっかけになったなと思って思う、えー、ありがたい限りでございましたね。まああのー、いろんなね質問もしていただきまして、えー、なんかね答えたりもしてあ今あこんなこと自分思ってんねんなとかな改めてそんなことも考えたりね本当にもう貴重な、えー、いい経験をさせていただきましたありがとうございますなんか、ね、また、ね、こういう ね、あのー、1時間ぐらいとかこう喋る機会があったらまたねあの呼んでいただけば全然ねお話しさせていただきたいなと思いますけど一般の方はねあの知らん世界知らない世界僕らはねもう当たり前のように、えー、過ごしてるんですけど一般の方からしたら全然知らん世界の話なんで、えー、意外にもね結構あの聞き入ってくれたっておかしいああそんなそうなん知らなかったですわっていうね話も、えー、意見も聞いて何、えー、か。 あすごい充実したね、えー、回でした。あとね、もう多分忘れてることとかまだまだあると思うんですよ。なんかそういうのもね、あのー、すぐ思い出せるようにまたね、振り返ってメモるなり、で、今後もね、こんなことあったというのはね、もうまめに、まあ、ネタにするにもそうですけども、まめにね、えー、記録しとかなあかんなと、お改めて、えー、思いました。そんな回でした。まあこういう引き出しはね、あの自分がもし売れたらね、え、売れ、 まず売れたらね、こういう仕事もどんどん来ると思うので、えー、なんか売れたらね、こういう本だ、本にね、自叙伝的なものをね、出せると思いますので、まずはね、えー、並行してね、えー、そういうのも大事ですけど、まず売れることをね、考えて、えー、頑張りたいと思いますというわけで、マスクドコメディアンの覆面ラジオでした。ありがとうございます